四流企業のくせに威張るなよ。大手菓子メーカーの課長、近藤は俺のことをいつものように見下してくる。今まで何を言われても大事な取引相手だと思い我慢してきたが、もう限界だった。俺は近藤に反撃することを決意したのだ。俺の名前はまさし、33歳。大学卒業後、大手玩具メーカーに就職したが、28歳の時に退職し、かねてから考えていたおもちゃ会社を設立した。おもちゃ会社といっても、マンションの一室を借りただけの簡易的なものだ。しかし、俺にとっては夢の城だった。設立当初から同じ大学だった優也と一緒に二人三脚で頑張ってきた。今年で起業して5年になる。小さいながらも設立当初から他にはないユニークなおもちゃを開発してきた。思うようなおもちゃを作り上げることができず、資金だけが減っていく時期もあったが、今はその時期を乗り越えることができたと思っている。それもこれも、俺をサポートしてくれている両親の存在が大きい。両親はどんなことがあっても、俺のそばで優しく見守ってくれた。そのおかげで、俺はおもちゃの開発に打ち込むことができたのだ。開発したおもちゃは、周りからの評判も上々で、最近では、大手菓子メーカーからの取引依頼があり、コラボ商品を作ることになっている。大手菓子メーカーとコラボ商品を作ることは、会社設立当初からの俺の夢でもあった。俺はコラボ商品のおもちゃ開発をとても楽しみにしていたのだ。すべてが怖いくらいに順調に行き始めた頃、コラボ商品を一緒に作る大手菓子メーカーの課長、近藤が俺の会社にやってきた。近藤はいかにも高そうなスーツに身を包んでいる。マンションの一室にあるオフィスに入ってくるなり笑い出した近藤。俺はなぜ近藤が笑っているのかわからない。どうされましたか？不思議に思い尋ねると近藤は俺を睨み始めた。そして、こんな四流企業と俺の会社が取引するなんて信じられん。ここは本当に会社なのか？と言い始めたのだ。四流企業？俺の会社が大きくないのは事実だが、だからといって四流企業という言い方はひどい。なんて失礼な人なのだろう。こんな人と取引をすることになるなんて大丈夫なのか？不安でいっぱいになった。しかしこの時はきっと大丈夫。せっかく掴んだチャンスを逃すものかと自分に言い聞かせて笑顔で対応したのだ。近藤さんの会社と比べるとだいぶ小さいですよね。自分の笑顔が引きつっているのを感じたが、ここで不適切な対応をして、コラボ商品がなくなってしまったら大変だ。近藤は俺の言葉を聞いて鼻で笑っている。そして挨拶が済むと、早々にオフィスを出て行った。それを見て、俺は心の片隅で嫌な予感がした。しかし、この嫌な予感が当たることになるなんて、この時の俺は予想していなかったのだ。俺の会社と近藤の会社はコラボ商品作成に向けて大事な会議をすることになった。会議当日、オフィスで資料を用意して待っていた俺とまさし。事前に用意するものを何度も確認して不備がないように気をつけた。しかし、待てど暮らせど近藤は現れない。ここに来る道中に事故に遭ったのではないかと心配になった俺は、近藤の会社に電話をした。すると近藤本人が電話に出たのだ。あれ？今日だっけ？忘れていたよ。近藤は悪びれる様子もなく笑い出した。この人は一体何を言っているのだろうか。俺は言葉を失った。今日は商品開発をするための大切な会議だったのだ。
遅れても大丈夫ですので、オフィスで待っていますね。怒りで震える声を抑えながら声を振り絞った。しかし近藤は面倒そうに、今日これから違う企業との会議があるから、また今度な。と言い出した。俺の会社との大事な会議をすっぽかして、他の企業を優先するなんて信じられない。会議に来れないのだったら、前もって連絡をするのが社会人としての常識だろう。俺は我慢ができず、思わず大きな声を出してしまった。この会議は商品開発をする上でとても大切な会議でした。もし来れないのだったら次回から連絡をしていただけますか？すると一瞬の沈黙の後に近藤がため息をつき始めたのだ。俺は当たり前のことを注意しただけだったのだが、近藤は何やら怒っている。四流企業の君の会社とは違って俺の会社は忙しいんだ。俺のような会社が君のような会社と取引をしてあげているんだから感謝しろよ。近藤は開き直って切れ始めたのだ。散々な言われようだな。俺の会社は近藤の会社のようには大きくはないが、それなりに誇りを持って仕事をしてきた。それを見下すような発言は許せない。俺はだんだんと耐えきれなくなっていた。信じられないことに、近藤はその後も会議を何度もすっぽかした。理由は他の企業の会議とダブルブッキングをしてしまっていたり、近藤の気分が乗らないからという何とも身勝手な理由からだ。近藤の自己中心的な行動により、予定していた計画がすべて白紙になってしまった。これには普段は俺の言うことに従順で、穏やかな優也が怒り始めた。社長、このまま近藤さんと契約を続ければ我が社には大ダメージです。優也の言葉に俺はうなずくことしかできなかった。本当にその通りだ。近藤は会議に出席はしないし、書類提出の期日も守らない。挙句の果てに俺の会社を四流企業と言って見下してくる。果たしてこのまま取引を続けてコラボ商品を作ってしまっても大丈夫なのだろうか。俺は静かに考えていた。その時だった。優也が会社の受話器を俺に渡してきたのだ。近藤さんからです。タイミングよく近藤からの電話だった。近藤は早口で話し始める。明日時間ができたから商品開発の会議をしよう。上司から早くするように言われているんだよ。俺は思わず聞き返してしまった。はい？明日ですか？随分急な提案だった。明日は予定が入ってしまっていて無理だ。明日は難しいですね。俺が申し訳なさそうに言うと、急に近藤の口調が変わった。早口だった言葉がさらに早口になり、怒鳴り声に変わったのだ。おい、四流企業は俺の会社を優先するのが当たり前だろ。何を考えているんだよ。とりあえず明日は開けておけよ。近藤の怒鳴り声に耳が痛くなった俺は、思わず受話器を遠ざけていた。俺は怒りで手が震える。今まで近藤の会社との取引を第一に考えて計画してきた。それなのに会議をすっぽかしてきたのは近藤の方だ。それをあたかも俺が悪いというような言い方をする。もう我慢の限界だった。俺が無言のままでいると近藤は嫌な笑い声を出して。四流企業はいつ契約切ってもいいんだぞ！と言ってきた。俺の返事は決まっている。迷わずに、同感です。契約終了で。と答えた。すっきりした。心の中に突っかかっていたものがやっと取れたような清々しい気持ちになったのだ。すると近藤は、あ？と言って拍子抜けしたような声を出した。やはり
私たちと近藤さんの会社とではうまくコラボ商品を作ることができないと思います。短い間でしたがありがとうございました。俺は怒りで頭の中がいっぱいになっていたが、怖いくらいに冷静だった。最後はきちんと挨拶して終わりにしよう。そんな気持ちだった。すると近藤は、おい、いいのか？後で泣きついてきても遅いんだぞ。もう一度考えるチャンスをやるよ。と言ってきた。俺は静かに、もう大丈夫です。と返事をして電話を切ったのだ。近藤の会社と契約を終了させて、しばらく経ったある日のこと。契約終了したはずの近藤から100件を超える鬼電が入った。今更何のためだろう。どうせくだらない内容に違いない。俺は仕事が忙しくずっと無視をしてきた。すると会社のインターホンが激しく鳴ったのだ。俺は電話中だったため、優也が会社の扉を開けた。優也は驚きの声を出す。扉の前にいたのは怒った顔をした近藤だったからだ。近藤は俺の会社にアポも入れずにやってきた。そして俺のインタビュー記事が掲載されている雑誌を握りしめ、一体どういうことだ？とわめいているのだ。近藤が握りしめている雑誌には俺の会社の名前が大きく掲載されていて、今注目の企業と書いてある。そして近藤の会社とは違う菓子メーカーとのコラボ商品が雑誌で紹介されていた。実は俺は近藤の会社との契約を終了した後に、新たに違う菓子メーカーと契約をして、菓子とおもちゃがコラボした商品を開発していたのだ。そしてこの菓子とおもちゃがコラボした商品が面白いと雑誌の会社からインタビューを受けていた。ここの部分は一体何なんだ？嘘ばっかり書くんじゃないよ！近藤は雑誌のある部分を指さして鬼のような形相で俺を睨む。近藤の指さした先には、近藤が勤める大手菓子メーカーとの契約がうまくいかなかったので、違う菓子メーカーのお菓子とコラボさせたと書いてあった。俺は雑誌の記者に正直に話しただけだ。契約は順調だったが、君が契約終了を一方的に言ってきたのではないか。近藤は納得がいかない様子でわめく。しかし、そもそも近藤の態度が良くないために契約は終了している。俺のせいではなく、近藤自身のせいなのだ。会議をすっぽかしたり、俺の会社を四流企業と言って見下してきたのは近藤さんですよ。これは契約違反に値します。俺は怒りを抑えきれずに大きな声を出した。すると近藤は舌打ちをし始める。俺の顔から目を離さず。この雑誌の契約がうまくいかなかったという部分、訂正するか削除しろ。削除しなければ君の会社がどうなっても知らないからな。俺は自分の耳を疑った。一体この人は何を言っているのだろう。これではまるで脅迫のようではないか。そばで俺と近藤のやりとりを見ていた優也は思わず大きな声を出す。近藤さん、今更僕たちが何を言っても雑誌の内容を取り消すことはできませんよ。契約終了は近藤さんのせいです。もう我が社に関わるのはやめていただきたい。優也の声は怒りで震えていたが、はっきりとしていた。すると近藤も負けじと大きな声を出す。ますます顔を真っ赤にして、ゆでだこのようだ。契約を一方的に終了させてきたのは君たちだろ？四流企業は相手の気持ちも考えることができない無能集団なんだな。ダメだ。近藤に何を言っても伝わらない。それどころか、近藤の大きな声はマンション中に響き渡り、お隣さんが扉を開けて何事かとこちらを見ている。近藤は本当に迷惑な人だ。しかし、もう契約も終了しているし、
これ以上関わる必要はないだろう。俺は優也に合図をして近藤を追い払おうとした。しかし近藤は、この雑誌のせいで俺は上司から睨まれているんだよ。この部分を削除するだけでいいからしろよと言って聞かない。するとその時、近藤の部下、伊藤が走ってやってきた。近藤は驚いた顔をしている。近藤課長、帰りましょう。会社で近藤課長がこちらで騒いでいると大事になっていますよ。伊藤は息を切らしながら近藤に必死に話しかける。近藤は顔を真っ青にした。なぜ俺がここにいることをみんなが知ってるんだ。俺は誰にも言わずにここに来たんだぞ。近藤の言葉に伊藤は俺たちの顔をちらりと見ている。もしかして君たちが会社に連絡をしたのか。そんなに俺を陥れたいのか。なんてことをしてくれたんだ。近藤は慌てふためいている。実は脅迫まがいのことを言われて帰れと言っても帰らない近藤を返すために優也が近藤の会社に電話をしてくれたのだ。伊藤は全身の力が抜けてフラフラしている近藤の荷物を持ち近藤の背中を押す。さあ近藤課長行きますよ。そして伊藤はこちらを向いて深々と頭を下げた。近藤がご迷惑をおかけしてしまい大変失礼いたしました。後日また挨拶に伺います。俺と優也に謝る伊藤を見た近藤は舌打ちをして帰っていった。二人がいなくなったのを確認して、俺は思わずため息が出る。あんな人が上司だと部下も大変だな。しばらくしてこの雑誌がきっかけとなり、俺の会社は注目を浴びるようになった。そして俺の会社が開発したおもちゃ付きの菓子が爆発的に売れてミリオンセラーを記録したのだ。連日俺の会社には商品の問い合わせの電話が絶え間なく鳴り響く。今まで優也と二人でこの会社を切り盛りしていたが、もうこれ以上は無理そうだ。俺は新たに多くの社員を雇った。毎日新しい商品を開発したり商品対応の仕事をこなしている。そんなある日のこと、一本の電話が鳴り響く。それは近藤からだった。近藤は以前のように早口で話し始める。正式にもう一度コラボ商品を作らないか？社長もこの案にノリノリなんだよ。は？この人はまた何を言っているんだ？無理に決まっているではないか。俺はだんだん腹が立ってきた。今さら何を言っているのですか？もう何を言っても遅いですし、俺は近藤さんの会社と取引するつもりはありませんよ。俺がそう言い放つと、近藤はいつもとは違い黙り込んだ。いつもだったら逆切れして大きな声を出してくるのに、今日はどうしたのだろうか。少し調子が狂った。すると近藤は、俺にすがるような声を出してきた。そんなことを言わずに取引しようぜ。俺の会社と取引をしたら、君の会社はますます注目を浴びることになるではないか。な、そうしよう。俺の会社の社長もぜひそうしてほしいと思っているんだ。この取引がうまくいかないと、俺も昇進できないんだよ。そうか、なるほどな。近藤が必死なのは昇進がかかっているからなのか。しかし近藤に何と言われようと俺の気持ちは揺らぐことはない。もうあのような気持ちにさせられるのはこりごりだったからだ。近藤さん、もう無理です。取引はしません。約束を守れなかったり人を見下すような企業の人とは取引したくないです。俺の言葉に電話口の近藤は涙声で、そんなことを言わずに頼むよ。今度は約束も守るし、言葉遣いも気をつけるから、お願いします。と懇願してきた。こんなに俺にお願い事をしてくる近藤は初めてだ。でも今さら懇願されても俺の気持ちは変わらないし、自分の昇進のことしか考えない人とは一切関わりたくない。
ミリオンセラーの商品を開発した俺の会社と取引を従っている会社はたくさんあるのだ。俺はこれで良かったんだと自分に言い聞かせ電話を切った。その後、近藤の横暴な態度をよく思っていなかった部下からの内部告発により、近藤の得意先への見下し発言、アポのすっぽかしなどが明るみになり、降格処分に。近藤が撒いた種だ。自業自得だろ。近藤の会社で新たに課長になったのは、あの時、近藤を引き取りに来てくれた伊藤だった。伊藤は課長になった後に、近藤の度重なる態度を謝罪するために、俺の会社を何度も訪れてくれたのだ。プライドの高い近藤は、元部下の伊藤が上司になったことが気に入らず、会社を休みがちになってしまったらしい。自主退職をするのも時間の問題だと伊藤は言う。伊藤と話すうちに、伊藤の出身地が俺と同じ田舎だということが分かり、だんだんと仲良くなっていった。そして何度か一緒にバーベキューをするうちに意気投合し、一緒にコラボ商品を作ることになったのだ。伊藤は俺の会社をリスペクトしてくれて、約束をすっぽかすこともない。話はトントン拍子に進み、俺と伊藤は素晴らしいコラボ商品を作り上げることに成功した。今まで以上の利益を生むことができたのだ。初めから近藤ではなく、伊藤が担当だったら何かが違っていたのかもしれない。もう今となっては後の祭りだが、近藤は今の状況を見て何を思うのだろうか。近藤には今後、自分を大事にするように他人のことも大事にしてほしいと切に願う。俺はこれからもこの会社を守り続けて、みんなに誇れるような社長でありたい。